頭上部、趣味山の上に位置するのが通り点。通り点は、四階における、六翼点の第二の点である。等は、立神弁刀。異訳して三十三点とも言う。三道だから会によって、通り点から、参加社へと降る釈迦十九世紀、太陽国メトロポリタン美術館像を中国語、及び漢訳において、三十三点という場合。 三十三点自体とそこに住む住人の両方を指すが、サンスクリット語において、前者はトレージャストリムサ、後者はトレージャストリムサと特別される。一切行音義によれば、趣味山の頂上、縁舞台の上、八万油順のところにあり、中央に全身宮がある。四面それぞれ八万油順の大きな城があり、そこに大尺点が重視、四方には、 各八つの城があり、その所属を支配する天部の首都や神々が住んでいる。故に、これに、全県城を加えて、計33点となるので、33点と称される。趣味山の頂上の中央には、建物は金、地面は虎面でできた、全県城があり、その内部の主相殿がある。この建物にはインドラが住んでいる。主相殿は、 一辺の長さが250ゆ順で、様々な宝石で、建物が称滅されており、その豪華さは、他の老閣の追随を許さない。全県城は、首相殿の他にも、飲食市、衣服市、タワーオれ女し、米国市といった市場を持つほか、四辺それぞれに、東に、州舎、南にそうある、西に、挨拶、北に寒気という遊園地を備えている。全、 県城の周囲に作られた四つの庭園は、それぞれの四方、二十余順離れた場所に一つずつ遊び場が置かれている。さらに、都の外、北東の隅には、遠征樹が、南西の隅には、前方堂がある。三十三天は、半月の三歳日には、前方堂に集会して、女宝、不女宝を論評するという。この天の上が引をずるときは、 形を変えて、人間のごとくなるが、ただ、風気を切し終われば熱能がたちまち覗かれるという。身長は一英順、衣の重さは六種、寿命は千歳にして、その一昼夜は、人間界の百年に相当すると言われる。また、初生の時は、人間の六歳のごとく、色円満し自ら衣服があるという。釈迦を生んだマヤ夫人はその七日後に死去したが、 この点に転生したとされる。マカ、マヤ行などには、釈迦はかつてこの天に上り、実母のマヤ夫人のために3ヶ月間説法し、三道だから会によって、総合祖国の地に降りたもうたと記されている。また、地蔵菩薩本願教によれば、釈迦は、通り天でこの経典に記された内容を、マヤ夫人、菩薩、天人たちを相手に説法したとされる。インド、ブータン。 ブリヤート共和国、チベットなどのチベット仏教圏においては、チベット歴9月22日に、釈迦の三道宝外交下を祝うラバブルーチェンが催される。趣味山津1860年代日本図の下部に、描かれた趣味山の上に通り点と見える。前方道天山方天山頂天前。 県城高しパチチ店とも、甘根造店店、換帰炎店、光明店派、リマリア多店、利賢岩店、谷外岩店、マニ造店、仙業店、金田店、カツラカゲ店、柔軟店、雑草ゴン店、ニョイ店、微細、行店、カノン、キラク店、二徳林店、月ツ行店、イエンマナサラ店、即業店、カゲテル、天地営業店、主文店、マンダラ店場、行店、イ徳ク店、二徳林光店、成城店。ありがとうございます。